株式会社サンドラッグは、東京都府中心に本社を置く、ドラッグストアチェーン、サンドラッグを展開する企業である、東証一部上場、サンドラッグ渋谷店、都心型の店舗の例、サンドラッグホキマ店、郊外用の大型店舗の例、サンドラッグ CVS1957 年、た田雪正が、東京都世田谷区桜ヶ丘にて創業、1965年4月に、 有限会社サンドラックを設立し、法人化する。1980年7月に組織変更し、株式会社サンドラックとなる。直営店舗のエリアを順次拡大しつつ、各地方企業とフランチャイズ契約も進めるなど、店舗を展開する。2011年3月末現在、直営474店舗、フランチャイズ118店舗、物流センター全国15箇所を展開。 独自の1店舗にライン制をとっている。1つの店舗に接客、販売業務を担当する販売ラインと商品、売り場を管理する運営ラインの異なる2種類の職種を配置し役割を分担している。ドラッグストアとコンビニエンスストアを融合したサンドラッグ CVS も展開する。コンビニエンスストアとドラッグストアとの融合点は他のドラッグストアチェーンにも見られるが、 サンドラッグはコンビニエンスストアチェーンと提携せず独自に運営を行っている。かつては中部薬品の運営する店舗がサンドラッグストアを名乗っていたが、当ストアの進出もあって中部薬品側が V ドラッグと解消している。新潟県、富山県、石川県、福井県、岡山県、沖縄県及び四国地区には未出店である。ただし、 新潟県はグループ会社の星行動薬局やダイレックスが、岡山県と沖縄県はグループ会社のダイレックスが、四国地区はグループ会社のダイレックスやフランチャイズ店の大屋がそれぞれ展開しているため、グループ全体では北陸地区を除く全国に展開していることとみなすことができる。2007年よりテレビ CM の全国放映を開始した。 2013年6月から2014年にかけてサンドラックは東京都内の店舗で実際には実在しないメーカー希望小売価格を店内のプライスカードに表示しそこから割引いたように偽り販売価格を安く見せかけて販売したとして東京都は2014年1月21日これらの表示は実際より安い印象を消費者に与え景品表示法に違反するとして サンドラックに表示の改善と消費者が誤認するような偽装表示を行わないことを指示した。また、2020年にも同内容で消費者庁より指導されている。ありがとうございます。